アメリカ合衆国のロックバンド。1987年にレイン・ステーリーとジェリー・カントレルを中心にシアトルで結成された。略称は AIC、アリチェンなど。グランジュが流星を極めた1990年代に人気を誇り、全世界で3500万枚以上のアルバムセールスを記録。1990年、アルバムフェイスリフトでデビュー。 同郷活動機のニルバーナ、パール・ジャムラと共に、グランジ、オルタナティブ・ムーブメントの担い手として注目を集める。音楽的と商業的どちらも成功を収めた一方、メンバーが深刻な麻薬問題を抱えており、活動は次第に途切れがちとなっていった。1996年、MTV アンプラグドで実に3年ぶりに観客の前で演奏を行ったが、 その時のレインがかなり衰弱しているのは誰の目から見ても明らかであった。1999年にはベストアルバムナッシングセーフに収録の新曲 Get Born Again を発表したが活動再開には至らず。2002年にはレインがドラッグのオーバードースでこの世を去ってしまう。フロントマンの死去という最悪の形で自然解散化に思われていたが2006年に ウィリアム・デュワールを新たに迎え、2009年に実に14年ぶりとなるスタジオアルバム、ブラック・ギブズ・ウェイ・トゥ・ブルーで起死改正を図った。ABCDE、アリス・イン・チェーンズ・バイオグラフィー、オール・ミュージック、オール・メディア・ガイド、2016年7月25日、閲覧。ABC アリス・イン・チェーンズ・レビューズ・ミュージック、ニュース・スプトニック・ムーシク、2016年8月1日、閲覧。 h t t p w w w r o a d r u n n e r r e c o r d s c o m s l a s h b l a b b e r m o u t h n e t s l a <careers> s h n e w s a s p x m o d e アーティクルニュース IT 窓 =14829 アリス・イン・チェインズのレインの死因はヘロインとコカインの複合摂取 元アリス・イン・チェインズのベーシストが逮捕元アリス・イン・チェーンズのベース逮捕される。アリス・イン・チェーンズの元ベーシストマイク・スタールが遺体で発見。ありがとうございます。